画はですね、ジビエカルタを作って遊ぼう、イエーイ。はい、ということでですね、今日はジビエのカルタを自分たちで作ってみんなで遊ぼうぜっていう企画になりますので、ぜひぜひ最後まで見てってください。早速作っていきましょう。で、一応紙は今目の前に用意したんで書いていただくんですが、はい、普通にカルタをやってもちょっとおもろくないと。うん、まあ、うん、罰ゲームありのカルタを作ろうということで、お1人罰ゲーム2個用意してください。で、好きな絵札の選んで2枚、はいはい、その裏に罰ゲームの字をペッと書いてください。ああ、なるほど。じゃあ絵札を取って初めてそれが罰ゲームかどうか分かるってことですね。そうですね。なんで、まあ、自分で書いたのはもちろん覚えてると思うんですが、はいはいはい、他の人は知らないんで、うんうん、マックス多分4回罰ゲームをする可能性があると。なるほど。強すぎても問題ってことですね、カルタが。そういうことです。まず最終的にポイントたくさん取った人が勝ち、ね、もちろん、はい、で、ちゃんとご褒美も用意してるんで、これ多分だいぶ二人とも喜ぶかもしれないな。まあちょっとしたお年玉じゃないですけど、あら、ありがとうございました。歓迎してるなんで、一応3人で協力して書いていきましょう。はい、で、一応コバ対みずほの直接対決と、もうこれも毎回恒例なんで、はいはいはい、でその担当は私が違う。あ、じゃあよろしくお願いします。じゃあちょっと早速なんですけど、はい、書いていきましょう。じゃあレッツメイキング。じゃあこれシャッフルをお願いします。シャッフルを、はい。あ、ちょっと手がね、小さいとね。ああ、分かった。ああ、いいですね、どうぞ。じゃあ、あのシャッフルできたならば、はい、ちゃんとお見せください。ちゃんとね、いきますね。はい、ということでみんな配られたんで、はい、それにまつわるジビエの絵を描いてください。で、そのまつわる絵に対して読み札の紙、これも同じ枚数用意してるんで、はい、おのおの文章を書いていきます。ここからはあの黙々と作業になるんで、はい、じゃあ作っていきます。じゃあ、みずほさん頑張って、しゃしょ、素敵なカルタを作りましょう。完成。早っ。いやいや、しゃあ、じゃあこっから2個チョイスして罰ゲームをどの絵筆にしようかな決めました。じゃあ裏に罰ゲームをお願いします。はい、しゃあ、ということでここから本番ですからね。そうですね。その読み札をお預かりしますんで、はい、カルタの席替えに移りましょう。移動お願いしまーす。ということで、ね、席替え終了したんで、さすが最後。よくわかんないやつもあるから、ね。あんま見ないでくださいね。小林さんから意気込みを。カルタはもう自信者なんです。そうなんだ。結構もう負けってなる。確かに。確か。今回書いた時のね、履歴書にもカルタ何級みたいな書いてましたね。三段なんです。カルタにも線があるんですか。三段一応あります。ないですね。失礼しました。嘘です。あ、ないです。そうです。調子乗りですね。伊藤さんの意気込みをお願いします。絵の読解力を求められるのかなっていう感じではあるんですけど、国語力が高い自分を信じていこうかなと思っております。終わりました。準備はよろしいでしょうか。はい。はい、以上44終わるんでね、早速やっていきます。じゃあ。では一つ目。小さな鳩が公園で食パンをおじさんにもらってよ。はい、あはい、歴史を思い出しました。確かに、みぞさん1ポイント。イエーイ。続いていきます。ゆっくり正月、ワニおせち。えぇ、よっしゃー。ほらこれ自分で書いてる。ちょ、ストップストップストップ。見せて。何これ。これおせち。おせちっすか。これおせちじゃないから、これマイナス10ポイントかな。富士山がいいんじゃね、正月に。正月らしい、ね、正月感を出してね。はいはいはい。続いていきましょう。空へ羽ばたく。はい、早い。あ、え、ずっと気になってた。空へ羽ばたく、青い翼を持つたぬき肉。これ、はい、これ私が書きました。翼は書いてあって、はい、これ、きにく、たぬき肉です。たぬき肉に翼が生えて、今空に飛び立ちながら。独創性が半端ないですね。すいません、ちょっと、脳みそそういうことしかない。見事、みぞさんゲット。イエーイ。いきましょう。つららの先っぽが、あ、つららの先っぽが直撃、鹿肉ハンバーグ。これ私が書きました。あ、本当だ、直撃してる。はい、本当だ。鹿肉ハンバーグだったんですね。あ、そうです、ごめんなさい、あの普通鹿肉じゃなくて鹿肉ハンバーグなんで、まあ大事なんで、ね、美味しい美味しい。いきましょう、はい、あいつもジビエ。あいつもジビエ。やっとー。これでしょ。はい、はい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 。こ
これどういうこと、これ誰ですか、書いたの。あ、それ私ないです。え、めっちゃうまいな、しかもあいつもジビエ、こいつもジビエですから。あ、なるほど、はい、アライグマラスカル、うまいな、うん、罰ゲーム、あ、罰ゲームちょっとね、食べなかった、私は。なるほど、だから動かなかったのか。なるほどね。じゃあちょっと罰ゲームを読んでください。アニメキャラのモノマネを全力でってことで、アニメキャラの、はい、なので、3、2、1、僕ドラえもん。次行きましょうか。行きましょう。行きましょう。全力でした今の。メンタルどうですか今のメンタル。だいぶちょっとやばいです。やばいですか。ああ、いい罰ゲームですね。でもポイントをゲットですから。じゃあ行きましょう。続いてぬかるみの足跡をたどってジビエ肉をゲット。江頭2時50分さんのジビエチャンネル。生まれた場所は違うけど、はい、ということで、ごめんなさい、生まれた場所は違うけど売り二つな鹿肉、確かに、ということで、まあ、大体一緒でしょうね。もう絵をサボり始めた最後の方に描きましたけどね。見事成功。まあ、絵のクオリティはちょっと抜きにして、はい、はい、こちらですね、ちなみに裏面が来ました。あ、来た。罰ゲームですね。アントニオ猪木さんのモノマネをしながら昨日の夜ご飯を言う。はい、ということで、じゃあアントニオ猪木さんのモノマネで昨日の夜、あ、おっとあっと、もうなってる。まだ3日カウントしなくなってる。行きましょう。いや、いいんだよ。おっと、行きましょう。カウントいらないんだ。猪木さん、昨日の晩ご飯は何ですか。やっぱりね、元気のもとのゆで卵を食べちゃおう。元気ですか。全然、まあ、似てる似てないとか、あの心意気を買ってほしい。心意気を買ってほしい。確かに、もう振る前からやってたんでね。みほさん、気づいたいと思うんですけど、結構変わらないです。いや、今ほてってました。ほてってます。手がすごい冷たく感じる。いいですね、罰ゲーム、ちゃんと響いてますね。いいですね。どんどん行きましょう。しゃー、さっき捕まえたカンガルーが逃げる。はい、しゃー、ほら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 、自分の、みしろさん。はいはいはい。ちょっとまずさっきから小林さんの絵、5秒ぐらいで描いた絵じゃん。鳩サブレ、鳩肉、どっちが美味しい？あいしゃ、おら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 。目ん玉がでかいカラスが叫んでる。ちょっと待って。目ん玉がでかい。ずっと何か気になって。見してください。目ん玉がでかいカラスが叫んでる。ちょっとふざけんなよ。ルンバ VS アライグマ肉のビーチフラッグ。おい。はい、ゲットということで、はい、これ私が考えました。アライグマが走っちゃうと。しかも肉ですからね。あ、肉ですか。アライグマじゃなくて。アライグマ肉ですね。肉が走ってますからね。こたつで食べよう、アナグマ肉。はい。いや、すいません。え？罰ゲームでした。え、ちょっと自分で書いたんじゃないよね。そうだよね。そうだよね、じゃなくて。鹿肉とイノシシ激辛カレー。あ、選べます、どっちでもいいです。イノシシ肉で。イノシシ肉でいきましょう。はい、まあ普通にこれ何も入ってないですよ。美味しそう、美味しそう。これ無印良品で買ってきました。ジビエの臭さとかも感じない。いい匂いですか。うん。ただこちら罰ゲームですので、みぞさんの好きな量を。え、じゃあその前に私も一口味見していい。あ、どうぞどうぞ。そのままの味をいただきます。本当に臭さは一切ない。ただイノシシ肉やっぱ肉としての歯応えとか存在感もあるから、なんかそれがありつつ、豆かな、これ豆で、うん、さっぱり、ダイエットに絶対ぴったり、美味しい。これ全部激辛しちゃうとちょっともったいないんで、そって、じゃあお好きな量入れてください。いいこと言ってた方がいいですよ。みずさん、今日かわいいね、今日どうしたの。あ、増えた増えた増えた。これ絶対やばい、やばいと思う。激辛ジビエカレー。もうね、匂いがね、カレーじゃなくなってる。いただきますね。うわ、一旦も目がもうちゃんと見せてる。やっぱね、これすごいね、これ。おいしい。いや、おいしくない。おいしくない、おいしくない。はい、辛っ。いいですか、これカルタに試食出てこないですか。罰ゲーム執行でした。いきましょう。はい。飲みのおつまみに鹿肉ポン酢。はい、ゲット。飲みのおつまみに鹿肉ポン酢とワインの下にハクビシン肉、そして味噌汁。ちょっとこれ見せるとね、裏が自然に見えるんで。なるほど。裏面何書いたんですか。罰ゲームかけた。最高月収発表。最高月収は過去のですよね、はい、最高月収は、おお、でもタレント系やってる時に。そうですね、うん。いきましょう、続いて、はいはい、駆け込み乗車するカンガルー肉、伯爵、ステッキと帽子かぶって山手線ですよね。正解です、はい、5ポイント差し上げます。イエーイ。続いて、幸せならラクダ肉投げよう。幸せ、はい、ということでゲット。幸せならラクダ肉投げよう。もう一回なりました。あ、もう読むのまで想像して書いてるんです。もう自分で読むの決まってたから。そうですよね。すいません。よいしょ。健康に気を使うならジビエ肉。おー、早い。冬は狩猟の季節。
おー、早い、さすが。ほらほら、路肩にいる猿が睨んでる。どうしたの、まあ、猿なんですね。ちょっと待って、一回審議が多いよ、ちょっと無視なさい。この線がね、あれ、あ、六方ってことですかね。で、猿が、まあ、睨んでると。もう言い訳に入るから、思いますよ、もう。世界中の犬肉を食べよう。自分で話して世界中の犬肉を食べよう。ちょっと待って、もうさ、なんか。コバさんなんですか。コバさんです、もうちょっともう。バカ、なんかもう、考えてる。あのがないんだ。行きましょう。はい。ちょっと笑っちゃうってことだ、コバさんだと。いや、待って、わかんないよ。ねえねえ。鹿肉パーティーしようよ。ちょっと待ってくれよ、これ。じゃあ、カメラに見せてください。読みますね。ねえねえ、鹿肉パーティーしようよ。ひどすぎる。いや、でも可愛い。これ可愛い。可愛いよ。可愛くない。ねえねえですよ。ねえねえ。目をねえねえで使う人、あんまりいない。あんまりいないです。行きましょう、続いて。みずほのジビエチャンネル、見てくれましょう。みずほのジビエチャンネル、見てくれますかということで。あ、自分のレース、うまい。はい、いやー、バッティングだね。ダボレボリューションをワンフレーズなりきって歌って踊る。あら、これは夢を叶えたろうかの、ダボレボリューションを。なりきれば何だっていいから。オリジナリティ溢れた踊りでいいんです。はい、寒いですよ。じゃあ上半身だけでいいんで踊ってください。はい。よっしゃ、次行こう。ヘビがステージでダンスタイム、ヘビがステージでダンスタイム。こう考えればちょっとこれ真偽だな、全部。ちょっと独特な。虹を眺めるアライグマ肉家族。はい、ちょっと虹を眺めるアライグマ肉家族。ガッチーさんのも結構真偽ですね。なんで全部肉の家族だけど。肉がともども殺してかかったってこと。いや、アライグマ肉家族です。行きましょう、続いて。飛行機の通路に大量のジビエ肉が散乱。はい、ってことを言うと席ですよ、ここは椅子です、これ。大丈夫、コバさんも真理って言っていいんですからね。通路に肉が落ちると。はい、次行きましょう。次行きましょう。桃から生まれたワニ肉。ありがとう。え、レッグがね。はい、タモリさん、マイクの先端よし。あー、ゲット。あ、わかりますね、これ。私ありがとうございます。熊肉祭り大にぎわい、熊肉祭り。あ、ありがとう。みこしの上でやるのが熊肉です。みこしすごい手込んでますね。混んでます。最初の方に書きました。一番最初に書きました。リボンをつけたウサギがレンレン。これ、もうね、これ、なんだこれ。リボンをつけたウサギ、これは小林さんが考えましたね。そうですね。な、後ろ、どうしました。罰ゲームですね。またやったな。自分で書いたんですよね。書いてる。見せてください。デコピン最強ですね。みそさんがコバにバンとデコピンをすると。はい、広い小林さんのこのおでこに。いや、小林さん、あの髪の毛あるないんで、かけ上げなくて大丈夫です。はい、最強デコピンなんで、思いっきりお願いします。じゃあ、行きましょう。3、2、2で発射しちゃいましたね。ピアス開けるときと一緒ですね。あの、皆さん罰ゲームで集中しますけど、 A、ひどいっすか。リボンをつけたウサギがルンルン。まあ、そうさ、幼稚園児向けのカルタじゃないですね。行きましょう。よっしゃ、来い。イノシシが草を食べてる。よっしゃ、おめでとう。かさ、ちょっと待って、あの、審議、さっきのウサギ見て。ウサギ見せてください。やってんぞ、これは。同じ生き物に見えてるか。これしかも、イとリが似てるっていうのもちょっと。これ惑わしたんじゃないの、これ。本当はリス書こうとした。行きましょう、続いて。美味しそうな鹿がいるぞ。かわいい。美味しそうな鹿がいるぞ。あんま鹿見て美味しいって言わないですけどね。何のお肉を食べようかな。うわー、さらっとゲット。うまい。昔から食べられてたよ、キジ肉。お、あれあれ。あ、うまい、やっぱり。うまいですね、うまい。センスあるな。気分がいいな。煉獄さんにも食べてもらいたいジビエ弁当。あ、煉獄さんに、ね、ちょっと流行りに乗っかりましたね。気持ちいいな、鹿肉の食感。あ、これちょっと説明ちゃんとしてください、本人から。あの、まあ肉の食感ってね、肉じゃないですか。それがまあ表現で言うと気持ちいいという、まああれですね、まあジビエの肉はもう気持ちいいというもう罰ゲームみたいな。罰ゲームじゃないですよ。封印封印してきます。行きましょう。まだ間に合う熊肉セール。
よく育った熊肉で BBQ。 やったー、熊肉好きですね。多すぎるな。やっぱ網で焼き上がりですね。世界でそう、網で都会のカラスはちょっと食べたくないかも。都会のカラスはちょっと食べたくないかもということでね。やっぱりジビエの早い。やっぱりジビエの一番は鹿肉かなと。発想力もいいな。普通に良すぎるでしょ、なんか悔しい。滑らない話のサイコロがイノシシ肉。滑らない話のサイコロがイノシシ肉。あれ滑らない話のサイコロがイノシシ肉。手を出したいな。よしよしよし。手を出したいな、猟銃免許と。本当に美味しいジビエよ。本当に美味しいジビエ料理と。なんか全然違うやつ読んでお手つきさそうでも。あ、いいですかね。ありがちなやつですね。ありがちなやつですね。じゃあ行きます。ライブサワーどうだって言いながらちゃんと言うと。はい、じゃあ最後見せてください。はい、ライブサワーの音もやっぱりウサギからでしょう。はい、ということで44本のジビエカルタ終了。私もカルタ数えてきますよ。はい、じゃあ発表。1、2、3、18、19、19ですね。20、21、22、25。イエーイ、この勝利ということで、初代カルタ王ですね。毎回出ますからね。ということで、まあ、最初の方にもお伝えしましたけど、一応差し上げます。おめでとうございます。はい、私でおめでとうございます。嬉しい。嬉しい。え、何これ。あ、これはスタッフガッチ特製のガッチカードと言いまして、これあと3枚集めると俺の顔が出来上がるよ。封印されてんじゃん。はい、のエピソーディアやばたの、はい、右下の顔ですね。右下の、はい、封印されし顔面右下。はい、そうですね、あ、口ですね。このね、出っ張りはね。はい、ということで、あと3枚頑張って、水野さん目指して、ゲット目指して頑張ってください。了解です。いらんな。おめでとうございます。いらんな。ありがとうございます。ということでですね、本日はジビエカルタを作って遊んでいきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひぜひ皆さんコメントをお待ちしております。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。